な、ちょっと怖いな、おい、掘っていくなよ、クイーンな。掘ってかんといて、後ろから来たらどうすんの。なんか今、カサカサって音したで。誰かいる？どこ？電気消した方がいい？なあ。電気消した方がいい？うっす、ピューン、パパびっくりしてる。ビビっててる、絶対。お前ら、バカっぽるか。お前、なんちゅう動画お前見せてんねん。お前、やめろ、ほんまに。恥ずかしいわ、お兄ちゃん。恥ずかしいわ。今日はね、パパとね、夜景を見に来たの。でもね、こんな時間にこんな真っ暗な、こんな真っ暗な中、誰かいたの。誰かって誰よ。お前ら幽霊とか違うやろうな。展望台の上でキャー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 言いながら写真撮ったりしてたと思う。バカっぽるか。お前ら以外にバカっぽるいたんか。でもお前相手は人間やろ。お前らの方がよっぽど怖いと思うぞ。犬と二人でキャーキャー言いながらお前山登ってくるおっさんいんねんで、お前ゾッとするわ。キャッチパパあっちにいたねんな。ちょっとライトで照らして。どこどこ、誰がいた、何人いた。お前らアホか、ライトで照らすな。ほんまにもうやめろ。お前ら常識ないんか。ほんまにもうそっとしとけ。あら、威勢がいいじゃないの。クインちゃん、ボンタン狩りすんの。アホか、お前ら。いつの時代やねん。お前ボンタン狩りって、お前どこのカップルがお前夜景見に来んのにボンタン履いてんねん。お前アホか。シャバいね、シャバいね。もう聞いてて恥ずかしいよ。お前せっかくの夜景が台無し。お前夜景見ながらシャバいねって、お前ビーアップハイスクールの見過ぎやろ。あたいは愛情たっぷりのクイーン様だ。あ、愛情たっぷり。そこは愛徳高校じゃなくて愛情たっぷりなんや。それにしても東京の夜景は綺麗やな。スカイツリーからの景色本当最高やね。ネオンが足りてない。お前もっと光ってる、東京もっと光ってるぞ。お前な、お前ネオンが足りてなかった。しかもお前スカイツリーって、お前スカイツリー、お前山違うぞ。お前田舎のスカイツリーはお前山のこと言うかもしれんけど、お前どこもキラキラしてない。怖い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 。お前夜にどこ行ってんねん。夜景もスカイツリーもクソもあるか。お前ここただの城跡地やぞ。もっと怖いもっと怖い。お前城跡地ってお前絶対昔なんかあったとこやんかな。お前よく夜そんなとこ行こう。お前らお前怖くないんか。お前幽霊連れて帰ってくんなよ。音は雨、もう帰れない。二人は今夜から一つ。やめろ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 。恥ずかしい恥ずかしい。お前それさ、デュエットしてるつもりなん。それもしかしてって、お前デュエットしてるつもりなんかもしれんけど、お前外は雨って、お前晴れてるやろ。お前どこのアホがお前雨降ってる中二人でやで。お前傘さして山登って夜景見んな。お前やめてくれ。しかもお前幽霊連れて帰ってくるな言うてんのに、お前もう帰れないって、お前らほんまに恥ずかしい。お兄ちゃん恥ずかしいわ。もうしかも音痴が歌うな。もうなあなあパパ、歌のチョイスが悪かったんかな。ボス君には合わへんかったんかもな。違う歌歌おうか。違う、そんなこと一言も言うてない。音痴やから歌わんといて言うてんの。歌のチョイスがどうのこうのじゃないのな。音痴は歌うなって言ってんの。帰りボス君ギリ止め買ってきて言ってたで。なんか音痴がどうのこうのって言ってた。あいつまた腹壊したんか。音痴じゃなくて音痴って言ってんの。もうこいつら話にならへん。もうこいつら赤は喋ってても話にならん。もう時間だけが過ぎていく。もうやめてくれ、頼むから。もう何とかしてくれ。外は雨、もう帰れない。二人は今夜から一つ。音痴すぎるからもう歌わんといてくれ。お前らしかも同じとこばっかり歌ってる。お前そこしか知らんねやろな。お前ら絶対そこの部分しか知らんから、お前そこしか歌わへんねやろ。お前らもう恥ずかしい、サビばっか歌うなよ。もしかして、それもしかして、どこいしょ、笑わないでいてくれな。ちょっと待って、情報量多すぎる。まずでん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 ってお前演奏入れてくるな。演奏自分で言うな。しかもお前パパの愛の手を入れてくるな。何やねん、ハイヒとかお前どこいしょって、お前何やねん、全然歌に合ってない。しかもクイーン、お前最後歌知らんからごまかしてたやろ。ほんまにもうお前らもうやめてくれ。山ん中で何してんねん、ほんまにもう。ただの山ん中ちゃうで、城跡地やで、ボス君。しかも他にもさ、人いたからな。なおさらやめろ、なおさらやめろ。お前城跡地で他に人いてなら、お前なおさらやめろ。お前らバチ当たんぞ、お前バチ当たりか。パパ大変や、早く帰らな。ボス君がバーチャー引いたやって。どこの犬がバーチャー引くねん。バチ当たり言うてんの。ほんまにもうお前ら一から勉強してこい。お前ら一年生から勉強してこい。小学校一年生の頃、私は誰よりも走りが速かったです。確かにお前犬やから走り速いと思うけど、お前人間の小学生と比べるな。しかも自分でさ、言うな。誰よりも走り速かったって。体育の時間では私は人気者でした。でも、給食の時間、残ったデザートのじゃんけん大会。
私はその時毎回毎回いじめられていました。給食のデザート残ったってお前誰か欠席した時にみんな興奮するやつやんか。でもなんでいじめられてたん、じゃんけん大会で。最初はグーじゃんけんほい。私はパーかグーしか出せなかったんです。確かに犬やからな、チョキはできへんと思うけど、パーかグー、まあ、どっちか出せたらまだいいや。違うんです、違うんです、みんながいじめるんです。私のグーはパーやからって、私ちゃんとグー逃げれへんから、私はパーやからって。だからみんな最初みんな1回目はグルになってクイーンちゃん負け誘ってみんなチョキ出すんです。で私がパーしか出せへんから、パー出したらほらクイーンちゃん負けたってグー出してもパーや言われるんです。どうでもいいわ、何の話やねん。なんでいきなりそんな話になんねん。お前どうしたお前、ほんでどうなった、お前毎回じゃんけん負けてたんか。ムカつくからみんなじゃんけんしてる時に勝手に食ったった。問題児、問題児、一番の問題児、クイーンちゃんやか、赤赤赤、じゃんけんしてる意味ない、何勝手に食ってんねん。え？ルイージ？ルイージどこにいんの？ルイージなんて一言も言うてない、もう字つながりね、ほんまにもうクイーンちゃんも僕どうしたらいいんやろ。誰かどっかいい病院紹介してください。まあ喧嘩すんなよお前ら。せっかく遊びに来たねんからさ。ほら、ボス、クイーン行くぞ。僕いない、パパパパパパ、僕いない、僕遊びに来てないよ。あれ、クイーン、ボスどこ行った？さっき帰ってるって言ってたから、二人で帰ろうか。ま、いっか、ちゃんと帰ってるやろ。冷た、お前ら冷た、お前もし僕一緒に行ってたら、お前放って帰られてるやつやから、クイーンちゃん嘘つくな、お前さっき帰ってるやろって、お前嘘つくな、お前じゃんけん大会の時いじめられて嫌やったやろ、お前僕にお前似たようなことするな、お前それ以上にひどいぞ、僕傷ついたわ。あいたたたたたたた、傷ついてもうたやないの。あー首ムチ打ちやわこれ、ほんまに救急車呼んでくれ。いやいや、そういう傷ついたじゃなくて心が傷ついたって意味な、クイーンちゃん。しかも首ムチ打ちやって、お前当たりやかって、お前怖いクイーンちゃんにも誰も近づかへん、お前どっくらい行ってもお前遊んでもらえへんくなんぞ。いやいやいや、パチンコの大当たりかって、お前ほんまにましょうもないことばっか覚えてくんな、お前。もうちょっと待って、明日はしっかりトークしてな、クイーンちゃん。もう今日はほんまにグダグダやったし、しかもカメラライト照らせ何も見えてない。明日はしっかりトークして。わかった、お願い。もうこんなもう恥ずかしい。ほんまにこういうトークばっかりしてたら恥ずかしい。もう、あの、ボス君クイーンちゃんのパパももう顔バレてきてんねんで。あ、こんにちは、ボス君クイーンちゃんのパパですよねって、お前顔バレてきてんのに、お前あかんてばな。こんなトークばっかりしてたらほんまにあかん。わかったか、クイーン。なあ、パパ、帰りしなコンビニ寄って。何も話聞いてない。もう何言ってもあかん。何も話聞いてない。お前ら人間か、帰りコンビニ寄ってって、ほんまにもう。めんどくさいな。これ飲んで我慢しとけ。いや